もそうだったんですけど特別大きいわけでもないですし特別能力があるわけではないのでやっぱりその、まあ、高校生らしく一生懸命やるっていうのを根本的な考えとしてやっぱりリバウンドディフェンスルーズボールっていうところをやっぱもっともっとやっていかなきゃいけない、まあ、その上でやっぱり、まあ、オフェンスは誰か一人の動きに対して合わせるっていう動きを取り入れようとしてはいるので、まあ、そこの部分はまだまだ練習も足りませんし突き詰めていかなきゃいけないなと思います。やっぱこう留学生がいるチームが多いのでやっぱりそこと同じようなバスケットをしても勝てないっていうのがやっぱりウィンターカップでもトップリーグでも感じたので、まあ、ただこう僕が8月からヘッドコーチとして正式に始めて、まあ、5ヶ月しかない中だったので、まあ、ちょっと同じように同じようなシステムにならざるを得なかった部分っていうのはあるのでそこは変えていきたいなと思います。まあ、目標は日本一ですけどまずはもう一つ一つこう壁をみんなで乗り越えていってまだまだこう脆いチームではあるので1年をかけてしっかり強いチームになっていければなと思います。3年生ね最後すごくまとまって頑張ったんですけども、その3年生のことを考えればあいつらなりに、ね、いい終わり方をしたと思うんですけどその俯瞰的に全体を見て今年の代を見たときにはまだやれたよねっていうのが僕の感想ですね。まだやってほしかったなっていう、はい、そうですね。今年の子たちは一人一人が結構ガツ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 して裏を返せばわがままな子たちが多いのでそれが一つになったら強いかなと思ってますね、はい、そうですね。まずはしっかりと伝統を守って勝ち切るっていうこととやっぱり美濃加茂と2年間やって負けてるっていうところを1年間ちゃんとそこをちゃんと勝ち上がって次を見据えるってことを1年後を見据えてちゃんと進んでいきたいなって思ってます。チームとしてはやっぱ去年はディフェンスできてなくて負けちゃったんですけど今年はやっぱみんながそのディフェンスを改革しようとなってそれ結構ディフェンスできてオーディの切り替え早くなってブレイク出るようになって結構今日の明生戦とか勝利につながったと思います。自分はポジション4番に上がったんでリバウンドとかも点数とかも泥臭いところでも何でも頑張れる選手になりたいです。